ご来場の皆様、こんにちは。本日は日本共産党演説会にご参加いただき誠にありがとうございます。インターネット中継をご覧の皆様、ご視聴いただきありがとうございます。私は本日の司会進行を務めます県議会議員の大國陽介です。どうかよろしくお願いいたします。日本共産党は今年7月15日党創立100周年を迎えます。参議院選挙は6月22日公示、7月10日投開票の日程で戦われます。昨年の総選挙は政権交代への最初のチャレンジでした。その教訓を生かし、今度は日本共産党が政権に加わることが日本の政治を良くする道であることを豊かに語って、日本共産党の反転攻勢と政権交代への足がかりを作る選挙にしていく決意です。来る参議院選挙では、比例代表、二木宗平前参院議員の議席を必ず奪還し、目標とする比例5議席を必ず獲得しようではありませんか。一人区の鳥取・島根選挙区でも、改憲勢力の自民党候補を打ち破り、日本共産党の大躍進を勝ち取ろうではありませんか。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは初めに参議院鳥取島根選挙区から立候補いたします福住秀幸候補がお話しいたします。福住候補、どうぞ。演説会にお集まりの皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました日本共産党の福住秀幸です。まもなく始まる参議院選挙、島根と鳥取のこの5区の選挙で立候補を予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。私は誕生日が12月8日、あのアジア太平洋戦争開戦の日と同じです。幼い頃から戦争をそういった立場で身近に感じ、そして修学旅行は広島、長崎へと行き、原爆の恐ろしさも知りました。戦争も核兵器もなくしたい、これが私の原点です。学生時代に日本共産党に出会い、あの侵略戦争に命がけで反対を貫き、そして核兵器廃絶でも先頭に立って頑張る、そうした政党があることを知り、日本共産党に入党いたしました。今ロシアによるウクライナ侵略が続き、すでに100日を過ぎました。このロシアの蛮行、断じて許すことはできません。同時に、この戦争をどうやって終わらせるのか、多くの皆さんが心を痛めておられます。戦争を戦争でなくすことはできません。国際世論でロシアを包囲し、そして国連憲章を守らせる、この道しかありません。ところが今、日本国内では憲法9条変えろとか、敵基地攻撃能力の保有、核兵器の共有、さらには軍事費を2倍にする、こうした力に力で対抗する、このような議論が振りまかれています。こうした自民党や公明党、維新の会、そして国民民主党、こうした政党に日本の未来を委ねることはできません。なぜこのように多くの政党が
力に力で対抗するという発想しかできないのでしょうか。それは日米安保条約、日米同盟を絶対視しているからではないでしょうか。日本共産党は日米安保条約をなくしてアメリカ言いなりではなく独立した日本を作る、アメリカとは友好条約を結ぶ、そして東南アジアの平和の枠組みを東アジアにも広げて、揉め事を戦争にしない、話し合いで解決する、そうした憲法9条を生かした平和の外交ビジョンを持っています。皆さん、今度の参議院選挙、戦争か平和かの進路が問われる重大な選挙であります。反戦平和を貫き、そして9条を生かした平和の外交ビジョンを持つ日本共産党、どうか大きく躍進させてください。どうぞよろしくお願いいたします。島根原発の再稼働を島根県知事が同意しました。この間、この出雲市でも、そして私の住む米子市、さらには松江市や境港市、こうしたところで住民投票を求める署名運動が大きく広がりました。ところが、どこの市議会でもこの住民投票条例は否決されてしまいました。住民の声を反映させることもなく、そして先日新たに明らかになった中国電力による不祥事、その原因究明も行うことなく、再稼働を認めることは断じて許すことはできません。皆さん、気候危機の打開、温暖化対策という点からも、原発ゼロを決断し、自然再生エネルギーの普及に本気で取り組む時ではないでしょうか。エネルギーも地産地消で取り組めば、新たな雇用が生まれ、地域経済にもプラスになります。皆さん、この原発を推進している今の自民党公明党政権、今度の参議院選挙で厳しい審判下そうではありませんか。この国策を変えて再稼働ストップ、原発ゼロの日本、ご一緒に実現しようではありませんか。そしてこの原発の問題でも、日本共産党が原発ゼロでぶれずに頑張れるのは、企業団体献金1円も受け取っていない政党だからです。今度の参議院選挙、原発ゼロでぶれずに頑張る日本共産党へ大きなご支援、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、市民と野党の共闘で政治を変える、日本共産党はこの道しかないと、この間頑張ってまいりました。今回の参議院選挙では、野党共闘も一人区の一本化も残念ながら限定的になりました。しかし、共闘を前に進め、そして次につながる成果を勝ち取るためにも、今度の参議院選挙、日本共産党の躍進がどうしても必要です。政党を選ぶ比例代表では、どうか日本共産党へと大きくご支持ご支援を広げていただき、二比総平さんをはじめ5人の比例候補ベストチーム、何としても全員当選を勝ち取ろうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの島根と鳥取の合区の選挙区では、岸田政権と正面から対決し、原発ゼロ、市民と野党の共闘発展、
この立場でぶれずに頑張れるのは私日本共産党の福住英幸しかおりません。どうか私への大きなご支持ご支援を広げていただき、この島根と鳥取から国会へと押し上げてくださいますよう心からお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。続きまして二比総平前参院議員がお話しいたします。二比前議員は比例代表での議席奪還のため中国、四国、九州、沖縄の17県を駆け巡り奮闘しています。二比比例候補どうぞ。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました二比総平でございます。ご当地出雲はもちろん、大田や江津はじめ中部西部各地域から本当にたくさん集まりいただきまして心からお礼を申し上げます。オンラインでご覧いただいている皆さん本当にありがとうございます。私が島根の皆さんとご一緒にこのひどい自民党公明党の政治を変えると頑張り始めてからもう20年近くになります。私はかつて四大工業地帯と呼ばれた当時の北九州で生まれ、労働者の生活なんかお構いなしの大合理化やむごい公害に人々が苦しめられるのを目の当たりにして育つ中で、なぜ人が使い捨ての道具のように扱われるのか、憲法を読めば個人の尊重、主権在民と謳われているのに、なんで財界や大金持ちが力を握っているのか、おかしいじゃないかと考え詰める中で、大学に進学した18歳の時、日本共産党に出会いました。今日おいでいただいている井上聡参議院議員とはその当時からの長い付き合いになってるんですけど、先輩から我々は世界をあれこれと解釈したり評論したりするのではなくて、みんなで力を合わせて変えていくんだと、世界は変革するためにあると聞かされ、本当にそうだと思って共産党に入り、後に法を武器に社会を変えたいと弁護士を志しました。ずっと肝に銘じてきたのは、目の前の一人の被害者の後ろには同じように苦しむ千人の人たちがいるということです。生活苦や生きづらさの大元にはむごい社会の仕組みがあります。自己責任なんかではない。裁判でも2期12年押し上げていただいた国会でも、戦争や公害、大災害、性暴力や派遣切り、労働災害など被害がある限り絶対に諦めないと、力を合わせて、そしてその頑張りが党派を超えた共同を作り出し、一歩一歩前進を作っていくんだということを学んでまいりました。振り返って思いますのは、先輩方からそうやって引き継いで今若い世代の皆さんと一緒に頑張ろうとしている私たちのこの運動が、個人が一人一人が人間として尊重されなければならないという憲法をまるで空気のように当たり前のものにし、ジェンダー不平等に対してもう沈黙しないと大きな声を上げ、地球規模の気候危機に命と未来を守れと若い世代の皆さんが声を上げる、
コロナ危機で食料支援に立ち上がる。やっぱり憲法こそ未来を示していく、指し示していく大きな希望だということです。憲法こそ希望、今こそ弁護士、今度の選挙で何としても国会の議席を奪還して、島根の皆さんの暮らしの隅々の本当にさまざまな願い、愛するふるさとに暮らし続けていきたい、その願いを国会で代弁する議席を勝ち取るために全力を尽くしてこの参議院選挙を戦い抜いていきたいと思います。いよいよ参議院選挙が始まるまであと18日になりました。今度の選挙はウクライナ侵略とコロナ危機の下で平和と暮らしの進路が激しくぶつかり合う、絶対に負けられない選挙です。皆さんご一緒に、ロシアはウクライナ侵略をやめよう、むごい戦争犯罪を今すぐ止めようと声を上げようではありませんか。大切なことは、私たちのこの戦争反対という声が世界中の人たちと一つの力になって各国の政府を動かし、国連を動かしてプーチン政権を包囲してきたことだと思います。私が初めて戦争の現場を訪ねたのは今から20年ほど前ですが、アメリカがアフガニスタン侵略戦争を始めた最中のことでした。国境の難民キャンプまで1000キロの道のりを40日間かかってたどり着いた14歳の少年に、今一番欲しいものは何？と聞きました。甘いものが欲しいとか、サッカーボールが欲しいとか、そんな答えが返ってくるかと思ったら、彼は少し考えて、世界中の人たちにアメリカの戦争に反対してほしい、僕らは平和に暮らしてきたんですから、そう懸命に訴えたんですね。戦争に勝者はありません。戦争は政治の敗北に他なりません。今プーチン政権のように力ずくで他国の領土や民族を支配しようとする歴史の逆流を決して許さずに、何としても人類が二度の世界大戦を経て到達した、どんな紛争も戦争にはしないという国連憲章に基づく平和秩序を回復し、そして強化をする、憲法9条を生かし戦争の心配がないアジアを作っていく、その皆さんの思いの先頭に立って、どうか私をもう一度国会で働かせてください。どうぞよろしくお願いをいたします。私はかつてベトナム戦争をはじめとした軍事紛争の絶えなかった東南アジア、ASEAN10 カ国の代表が日本の国会においでになったときに一晩懇談をさせていただいたことがあります。思い浮かべていただくとお分かりの通り、10カ国それぞれが歴史、国の成り立ちも違いますし、かつて植民地時代の宗主国も違う、だから言葉や文化も違うし、利害や思惑もいろいろありますけれど、どんな揉め事も戦争にはしないと友好協力条約を結んで1年に1000回もの国際会議で対話と協力を深めてきたから、みんな本当に仲がいいんですね。羨ましいなと思いました。この ASEAN が呼びかけて、中国やロシアも韓国もアメリカも日本も参加をしているのが東アジアサミットです。この東アジアサミットを東アジア全体の
本物の対話と協力の仕組みに発展させて、朝鮮半島や台湾の問題も、尖閣や千島など領土の問題も、対話を重ねて絶対に戦争にはさせない、その積み重ねの上で友好協力条約をアジア全体に広げて戦争の心配がない東アジアを作ろうっていうのが日本共産党の提案ですが、皆さんいかがでしょうか。私が訪ねたアフガンのキャンプでも、かつて旧ソ連がアフガニスタンやチェコスロバキアを侵略した、この大国主義や覇権主義は社会主義とは無縁の蛮行だと体を張って立ち向かったのが日本共産党だと、その歴史が国境を越えて心を開いて連帯を広げる大きな力になりました。やっぱりどんな大国に対しても歴史の事実と国際法の道理に立って自主自立の外交こそ平和を築いていく力なんですね。プーチンが核兵器で世界を威嚇して戦争を進める中で、唯一の戦争被爆国日本には特別の役割と責任があるのではないでしょうか。これまでアメリカの言いなりになって核の被害を小さく見せようとしてきた、だから被爆者も切り捨ててきた、その戦後政治の誤りを深く反省して核兵器禁止条約を批准し、核のない世界へと先頭に立つ日本を皆さんご一緒に作っていこうではございませんか。先週バイデン大統領と会談して、核を含む拡大抑止だとか敵基地攻撃能力で軍事費を相当の増額をするだとか、その岸田政権はいざ米軍が動き出したら自衛隊が最前線で一体になって武力の行使をする、後方支援をする、この集団的自衛権の時に、その時にも敵基地攻撃はあり得ると国会で答弁してるんですね。絶対に負けるわけには参りません。自民党が軍事費をこれまでの2倍にするっていうじゃありませんか。そしたら暮らしはどうなりますか。医療や介護、保育や福祉、年金、この社会保障の予算を一層削って消費税の大増税に道を開く、それがどんだけむごいか、どれだけ脆いか、そのことは2年を超えたコロナ危機の中で私たちはつくづく経験してきたんではないでしょうか。現場の使命感にばっかり寄りかかる成り行き任せの政治は、この島根の暮らしと命と地域経済をボロボロにしてきました。けれど、このコロナの中でも大企業は過去最高の利益を上げてるんですね。アベノミクスの9年間で130兆円も大企業は内部留保を増やしています。儲けを働く人たちのお給料に回さない、税金は中小業者の半分しか払わないでいいように優遇されています。大企業やそして大金持ちが持っている株価を釣り上げるんだというので、異次元の金融緩和というのがずっとやられてきて、それが今の異常円安をもたらして、輸入物価は高騰し、ガソリンや燃油はもちろんのこと、例えば畜産をやってらっしゃる農家の皆さんの餌代なんかもどんどん上がる、肥料も上がる、コロナで米価が暴落して、これが続くならもう農業はできないと悲鳴を上げている皆さんのところに、さらに深刻な危機が直撃をする中で、水田から転作をすれば交付金という、この水田の交付金をですね、皆さん大きく減らすとか、5年水を入れなかったらもうやらないとか、そんな亡国の農政に今党派を超えて大きな
怒りが広がってるではありませんか。インボイスっていうのを来年10月に導入をしようとしている岸田政権に対して、生産者もそして町の中小業者も潰されてしまう、シルバー人材センターまで潰すのかと怒りが広がる中で、いくつもの地方議会で全会一致で中止を求める決議が上がり始めています。格差を広げて地域の経済を限界を超えて痛めつけてきたこの政治に対して、皆さん今度の参議院選挙で党派を超えてみんなで力を一つにして、これを絶対にやめさせるんだと頑張り抜くことができるのは日本共産党であり、日本共産党の躍進こそふるさとを守り持続可能な強い経済を作り出していく一番の力なんではないでしょうか。格差を正す大企業内部留保に新たな課税をして、全国どこでも時給1500円の最低賃金を作り、8時間働けば普通に暮らせる社会を若い世代の皆さんにご一緒にプレゼントしていこうではありませんか。私たちの憲法は戦後何度も戦争する国へという圧力を跳ね返して、生活と権利、民主主義と平和の礎になってきました。暮らしを守るのも戦争を止めるのも私たち国民の民主主義の力です。あなたの一票に日本はかかってる。みんなで力を合わせれば日本は必ず変えられる。先頭に立って頑張り抜いてまいりますので、反戦平和を貫いて100年頑張り抜いてきた日本共産党にどうぞ皆さんの大きな思いを託していただいて、私新井総平を先頭に比例代表全国5議席必ず勝ち取らせていただきますことを心からお願い申し上げまして、お訴えとさせていただきます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ここでご来場の皆様に後藤由美出雲市議から新聞赤旗のご購読と入党募金のお願いをさせていただきます。お集まりの皆さん、こんにちは。私の方からはじめに新聞赤旗のご購読のお願いをいたします。新聞赤旗は大手メディアとは一味も二味も違います。権力を監視し真実を伝え希望を運ぶ新聞です。希望ある日本を作るためにこの新聞を大きく広げてください。毎朝お届けする日刊紙は1ヶ月3497円です。週1回お届けする日曜版は930円です。電子版もありますので、ぜひこの機会にご購読をお願いいたします。次に日本共産党への入党のお誘いです。今日本共産党員として活動している人の中にも、入党するときにはたくさん悩まれました。そして激動のこの情勢のもと、入党してからも波乱やジグザグがあります。そんなときに支えになっているのは、困っている人の役に立ちたいとか、人間を大切にするそんな社会を作りたいという自分自身の気持ちと、社会は変わるし変えられるんだという確かな展望、そして何といっても支部の仲間の存在があります。皆さん自らの幸せと社会の進歩を重ねていける生きがいのある人生への一歩をご一緒に踏み出しませんか。日本共産党の仲間に加わっていただくことを心から呼びかけます。そして入党入り口の入党相談コーナーで皆さんの入党をお待ちしておりますので、お帰りの際にはぜひお立ち寄りください。最後に日本共産党への募金のお願いでございます。日本共産党は企業団体献金も政党助成金も一切受け取っておりません。日本共産党の活動、
資金は党員や国民の皆さんお一人お一人から寄せられる募金によって生み出しております。今日お配りしました封筒の中に募金袋を入れておりますので、ぜひご協力お願いをいたします。また受付にてウクライナ支援の募金箱も用意しておりますので、そちらの方もどうぞご協力お願いいたします。なお感想文用紙も同封しております。演説会の感想や日本共産党などへのご要望などぜひお寄せください。これもお帰りの際に受付の箱にお入れくださいますようお願いをいたします。どうぞよろしくお願いをいたします。それではお待たせいたしました、日本共産党井上哲司参院議員をご紹介いたします。井上議員は党参議院幹事長、国会対策委員長を務めるとともに外交防衛委員会に所属、憲法改悪を許さず個人の尊厳を守る政治の実現に向け奮闘しています。井上議員どうぞ。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました参議院議員の井上哲司です。出雲ではもう10年以上前に確か地方選挙の応援で伺ったことがありますけれども、久しぶりにこうやってお会いできて大変嬉しく思っております。今日は本当に暑い日にもなりましたけれども、こうやってたくさんの皆さんがご参加いただいたことに心からお礼を申し上げたいと思います。だんだんっていうんですかね、最近はあまり使わないそうですが、本当にありがとうございます。参議院選の公示までもうあとわずかとなりました。ロシアによるウクライナ侵略が続き、そしてコロナ禍に加えて国民生活を直撃するこの物価の高騰に直面をしている、そういう中で本当に政治が問われる、平和と暮らしが根っこから問われる選挙だと思います。参議院選挙は2回の投票があります。政党を選ぶ比例代表は日本共産党と政党名でも、二比総平と候補者名でも投票ができます。ぜひ全国どこでも日本共産党広げていただきまして、二比総平さんをはじめとするベストチーム5人を何としても押し上げていただきたい。そして選挙区は久住秀行さんをどうぞ皆さんの願いを込めたお力で押し上げていただきたい。まず心からお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いします。西さんは先ほどありましたように学生時代からの お付き合いでありますが、憲法を守るまさに、熱血弁護士という言葉がこれほどぴったりな人はありません。原発問題、働く人の労働者の雇い止め、暮らしの問題、災害、いつでも本当に真っ先に現場に駆けつけて、そこで皆さんの声をどう解決していくか、政府と厳しくやり合ってきたわけであります。西さんは憲法審査会の委員も務めていただきました。改憲のための国民投票法が参議院で審議をされた時の委員だったんですね。西さんが例えばなんで最低投票率ないんだ、さまざまな問題で徹底追及をして、もうたびたび提案者の自民党議員らがですね、もう立ち往生すると、こういう状況になりました。その結果参議院ではですね、法案の採決の際に付帯決議というのが18項目もついたんですね。その一つ一つの解決が なしには実際は使えないと。今改憲勢力はこの間改憲論議のに具体的に進もうとするときに、いやいや国民投票とこういう問題あるじゃないかということで、審査会の動かす点でも大きなこれが足かせになってきた、そういう点ではですね、本当に西さんの憲法審査会委員としての戦いというものが今も大きな力を発揮しているんです。今度の国会参議院選挙が終わりますと、衆議院選挙も解散までは満了になりますと3年後になると。3年間国政選挙がない時だからこそ改憲を進めたいと狙ってるんです。こういう時だからこそどうしても
憲法を守る熱血弁護としての西さんの議席がどうしても必要だと、どうぞ皆さんの力で再び押し上げていただきたい、重ねてお願いを申し上げます。福住さんは高校時代から反戦運動に参加をされ、広島や福島にも何度も足を運んで、核兵器も原発もなくそうと奮闘してこられました。今、核共有の議論が行われ、そしてこの島根原発の再稼働、知事が同意をする、こういう情勢の下で本当に活躍してほしい方なんですね。ぜひこの点でも福住さんを皆さんの力で押し上げていただきたいと思うんです。島根原発第2号再稼働を知事が同意をしたこと、皆さんと一緒に怒りを込めて糾弾をしたいと思うんですね。福島再原発事故は未だに多くの皆さんのふるさとを奪ったままです。原発がひとたび事故を起こせば、どんなに取り返しのつかない事態になるのか、私たちは嫌というほど見てまいりました。島根原発は全国ただ一つ県庁所在地にある原発です。10キロ以内に県庁もある。事故が起きれば災害対応もままならない。そして避難計画が必要な30キロ圏内には46万人が住んでます。そのうち27万人は県外に避難をすると、こういう計画になっております。出雲の皆さんは広島市とかですね、あちらに避難をするそうでありますが、松江市の人たちが避難をする場所になっている広島県県北の庄原市、6800人が避難の対象になっています。この庄原市議会は今年の3月に原発の再稼働に反対をする決議を挙げたんですね。さまざまな問題がある、それを挙げた上で、命と安全の保障のないまま再稼働をするべきではないと、こういう決議を庄原の皆さんが挙げたんです。この通りじゃないでしょうか。要介護の方も含めて、そんな他府県まで避難ができるのか、足をどう確保していくのか、ほとんど現実性ない、そういう計画しか作れないんです。それが島根原発であります。しかもそもそも中国電力に原発を動かす資格があるのか、この10年間で500箇所以上の点検漏れがありました。データ捏造などの不正もありました。この5月には業者が期限切れの身分証明書で校内に立ち入るというテロ安全対策の不十分さもありました。もともとこの地震大国日本で安全な原発などありえないと私たち申し上げてきました。そしてそれに加えてウクライナで攻撃の対象になったと、この事態は安全な原発などないということを改めて私たちに示したんじゃないでしょうか。先日自民党が山口環境大臣に再稼働の審査を急げ、そして原発攻撃を想定した訓練も徹底しろと、こういう申し出を行ったんですね。そして山口環境大臣は会見で、ウクライナのことを踏まえたときにミサイルが飛んできて、それを防げる原発は世界に一つもない、これからもできないとはっきり言いましたよ。この通りじゃないでしょうか。そうであるならば、住民の命と安全を守るならば、守るためには絶対に紛争を戦争にしないという外交努力とともに、原発そのものをなくすしかありません。にもかかわらず、皆さんの住民投票の直接請求を知事や市長と一緒になって推進する議員の皆さんが潰してしまいました。こんな住民の声もまともに聞かないで再稼働することなど絶対に認めるわけにいきません。皆さん、住民投票は潰されましたけども、今度の参議院選挙は潰すことできないんです。今度の参議院選挙でこんな再稼働は許さないという思いを
一票に込めて再稼働ノーの声を突きつけようではありませんか。よろしくお願いします。ロシアのウクライナ侵略、本当に悲惨な事態が続いている。毎日毎日のニュースを見て胸を痛められていると思うんです。一刻も早く侵略をやめろと、その皆さんの思いを直接伝えたいと。私は先日ロシアのガルージン駐日大使と直接会いまして、その声を伝えました。ロシアがやっていることは明らかな国連憲章違反の侵略行為であり、学校、病院、原発に対する攻撃はどんな戦争であっても守らなくてはいけない国際人道法違反の戦争犯罪だ。そして核兵器で脅すなどはとんでもないことだと、こう申し上げました。なんで私が会うことになったのかといいますと、3月の6日に NHK 日曜討論に出演して参議院の各党幹部で議論したんですね。みんな私も含めみんな厳しく批判しました。私は言語道断と言ったんです。そしたらしばらくしたらロシア大使館から封筒が来まして、なんじゃろうなと思いますと、ガルージン大使からのこの手紙だったんですね。宛名は日本共産党参議院幹事長井上聡閣下と、こうなっておりました。宛名はね、大行なんですけど、中身はですね、日本の政党がウクライナを擁護してロシアを批判をするのは不公平で遺憾だと、閣下とお目にかかり率直な意見交換ができますことをご期待いたしますと、こうなっておりましたから、望むとこだと私は国会に来ていただいたんです。まあガルージン大使はもう日本語ペラペラなんですね。ウクライナと NATO の批判をもう延々とされました。そしてその最後にですね、こういう脅威に対してロシアは特別軍事作戦を行っていると言って正当化をしたんです。私は申し上げました。我々も NATO の拡大は反対だ。だけどだからといって、脅威があるからといって他国に武力行使をする権利はどの国にもありません。あなた方がやってることは明確な国連憲章違反の侵略だと、こう申し上げました。大使からは反論がなく本国に伝えると、こういう話だったんですね。私はこのやり取りをしながら、結局やっぱり国連憲章違反だっていう批判が一番痛いんだってことが分かりました。そして同時に、日本のテレビ番組のあれこれの発言に他国の大使がね、手紙送ってくるなんて聞いたことないんですよ。それぐらい皆さんの声が、世界の世論が怖いんだということを私は思いました。だからこそこの声を今広げることが必要なんです。バイデン大統領が言うように、民主主義と専制主義の戦いみたいなあれこれの価値観で二分するんじゃなくて、国連憲章を守れ、これで世界が団結する。日本の憲法9条は国連憲章をさらに前に進めたもんなんです。この9条を持つ日本こそが、あれこれの価値観を持ち込むんじゃなくて、国連憲章を守るの一点で世界の団結を進める、そういう外交努力こそ皆さん日本に求められているのではないでしょうか。ひとたび戦争になれば取り返しのつかないことになることを私たちは今目の当たりにしております。沖縄ではあの大戦の最後に沖縄戦、唯一の地上戦が叩かれました。県民の4分の1が亡くなったんです。糸満市にある摩文仁の丘にある平和記念資料館にはこう書いてあります。戦争を起こすのは人間です。しかし戦争を許さない努力のできるのも人間です。この通りじゃないでしょうか。今政治に求められているのは、国と国との紛争を戦争にしないための外交努力に力を尽くすことではないでしょうか。
ところが今、自民党や維新など、核兵器には核兵器、力には力、軍事には軍事、9条は変えろ、武力だ、こういう大合唱が始まっています。先日の総理とバイデン大統領との首脳会談でも、力には力で対抗すると、これを世界に宣言するような中身となりました。専制か民主化というやり方になりますと、結局これは世界と地域を分断することになるんです。発展途上国とか、新興国とか、そういうさまざまな政治体制を持っている国も団結するのは国連憲章を守れ、ここに価値観を持ち込んで、軍事と軍事の新たな悪循環を作れば、これはむしろ危険を増し、戦争を引っ込むことになる。今、自民党などはですね、敵基地攻撃能力を持つ、言葉だけ反撃能力に変えて、その保有を進めようとしております。しかもその対象は、従来言われたように、ミサイルの発射台とか基地だけじゃないんですね。相手の国の艦艇であるとか、司令部もその対象にすると、こう言ってます。従来政府は、兵勢から相手の攻撃的脅威を与える兵器を持つことは、憲法9条に反していると、こう言ってきたんですね。だけど皆さんね、敵基地攻撃やります。官邸も司令部も対象にします。日本がそういうことを言えば、相手は攻撃的脅威感じるじゃありませんか。まさに9条違反です。そしてそうなれば、それに対抗して、また軍事を拡大をするんです。軍事対軍事の悪循環、安全保障のジレンマとも言います。これは結局、偶発的なものも含めて、戦争の危険増すんですよ。戦争を引っ込むことになるんですよ。こんなことを絶対に許してはならない。先週の NHK 討論で、自民党の代表などはですね、いやいや、日本が攻め取られたらそれに反撃するんだと、こういう言い訳を散々しました。しかし先ほどありましたように、今安保対法制ができまして、日本はアメリカのやる戦争に集団的自衛権の行使だと言って参加できる仕組みを作ってしまったんですね。そうしますとね、日本は全く攻められてないのに、アメリカが軍事行動をやった、それに日本が参加をしていけば、まさに先制攻撃になる。特にですね、例えばある国がアメリカのグアムの基地に向けてミサイルを発射しようとしている、それに着手したと判断をすれば、それも攻撃対象になるっていうのが政府の見解なんですね。どうやって判断するんですか。結局アメリカの判断に依拠する以外ないんです。そして相手の国から見れば、全然日本を攻める気もないのに日本が攻撃をしてきた、明らかな先制攻撃ですよ。反撃を受けて全面戦争になる、日本に戦果を導くことになる、この安保法制の下での集団的自衛権行使としての敵基地攻撃がね、一番危険なんですね。先日の日米首脳会談で、台湾有事があればアメリカは軍事的に関与すると言った。そうなれば日本が一緒になって攻撃にする、先制攻撃をすることになるんです。こんな危険な道、9条のもと絶対許されませんし、その9条が邪魔だと言って解約をすることなど絶対に許すことができません。そして今、維新の党はですね、この自民党よりもっと右から、もう専守防衛を捨てろ、核兵器の共有も議論しろ、こういうことをけしかけるということになってます。自民党とその補完勢力による9条改憲の企み、許すわけにいきません。こういう輩にこの国の未来を託すことはできないんです。9条を守れ、その皆さんの平和の思いを
どうぞこぞって日本共産党にお寄せいただきたい。よろしくお願いをいたします。そしてこの道を進めば、とてつもない大軍拡が必要になる。自民党は5年以内に GDP 比 2%、今の約倍ですね、5兆から6兆円の軍事費の拡大を求めています。財源どうするんです。しかもそれを岸田総理はバイデン大統領に相当の軍事費を増やすと約束いたしました。それいくらなんだと、財源どうするんかと言ったら、検討する検討するしか言わないんですね。国民には検討するしか言わずに、さっさとアメリカとは約束をする。今度の選挙が終わればですね、まさに増税か、福祉や医療の切り捨てか、はたまたま戦前のように軍事費のための国債で突入していくのか、こういうことになっていくわけであります。まさに今のこの敵基地攻撃能力などの軍拡の道は、平和を壊すと同時に暮らしをも壊す中身になろうとしています。こんなことを許さないという声をですね、ご一緒に広げる選挙にしたいと思うんですね。でも9条で日本が守れるのかと、こんな議論もあります。これに対しては先ほど西さんから ASEAN というお手本があるじゃないかというお話がありました。かつてベトナム戦争で敵対と分断の地域だったこの東南アジアを、お互いに平和協力条約を結んで紛争を戦争にしないと、徹底した話し合いをするということで、この地域を平和と協力の地域にしてきた。これをですね、東アジアにも広げようじゃないかっていうのが ASEAN の提案ですよ。私たちもその方向に大賛成です。これこそ憲法9条を持つ日本が進める平和の外交ではないでしょうか。軍事対軍事の悪循環で戦争の危険を拡大する道か、それとも ASEAN と協力をして東アジアを平和の地域にするための憲法9条を生かした徹底した平和の外交を進める道か、これが問われます。戦争のない東アジアのために9条を生かした徹底した平和外交こそ進めろ、その皆さんの思い、ぜひ日本共産党に託していただきたい。重ねてお願いいたします。よろしくお願いいたします。実はガルジン大使からの手紙にはこんなくだりもあったんですね。日本の政党がロシアを批判するのは、おそらく皆さんが外部勢力の圧力を受けているからでありましょうと、こんなことが書いてあったんです。私は大使に申し上げました。これでひるむ政党があるかもしれないけれども、日本共産党は全く無縁だと。我が党は旧ソビエトの時代のチェコスロバキアやアフガニスタンの侵略行為も厳しく批判をしてきた。そしてロシアのクリミア侵略、アメリカのベトナムやイラク戦争、そして中国の覇権主義的行為、相手がどの国であれ、覇権主義は許さない、そのことを綱領に明記し、戦ってきた歴史があるとなんだ、こう申し上げました。この点もガルージンさんからは反論がありませんで、本国に正確に伝えたいと、こうおっしゃったんですね。これ私、外交辞令かなと思ってね、ほんまに伝えたんかなと思ってましたら、どうも伝えたようでありまして、その答えは返ってきました。日本共産党の志位委員長は、ロシアへの入国を禁止をすると、これが答えだったんですね。よっぽど日本共産党が手強いと、日本の政党を通して入国禁止は岸田総理と志位委員長だけなんですね。よく共産党、ロシアも共産党と関係があるんじゃないかと誤解される方がいらっしゃいますが、日本共産党こそが一貫してソ連からロシアのこうした覇権主義に反対してきました。そもそもロシアという旧ソ連が
社会主義とも無縁な官僚主義、そして覇権主義の国であったと正面から批判して、31年前に崩壊したときにもろ手を挙げて賛成するという、世界でもただ一つ声明を出した党なんですよ。ぜひこういうことをお伝えいただいて、こういう歴史持つ党だからこそ、今ロシアの無法に対して最も厳しく直接正面から批判をして、ウクライナへ平和へと頑張ることができるんだ、この日本共産党の平和の姿をご一緒に広げていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、物価高騰が今暮らしを直撃しています。私も、東京で自炊しますけどね、まあ玉ねぎ高いですよね。びっくりするような値段がついておりまして、生活必需品、食料品の値上がりが深刻です。これコロナやウクライナの関係だけじゃないんですね。アベノミクスの下で異次元の金融緩和をやった異常な円安、これが輸入食品などの値上げに直結をしています。まさにアベノミクスによる大失政。しかしそれにしても、なんでこんなに暮らしが苦しいのか。賃金が上がらない、年金が減らされる、教育費が高い、この間続いてきた弱肉強食、国民は自己責任だと言って人を使い捨てにする冷たい、いわゆる新自由主義というやり方が今の本当に苦しい生活になっていると思うんですね。そういうやり方が日本を賃金の上がらない、成長できない国にしてしまいました。医療や保健所が削られて、ひとたび感染症が広がったら脆くて弱い社会になってしまった。そのことを皆さん痛感されたと思うんです。最近、今骨太の方針っていうのをね、政府が作ってますけど、それに対して自民党内のこの財政健全化推進本部というところが、その提言に、骨太の方針に対して提言をまとめたっていうのが報道されました。その自民党の推進本部の提言はですね、近年多くの経済政策が実施されてきたが、結果として過去30年間の我が国の経済成長は主要先進国の中で最低レベルだ。初任給は30年前とあまり変わらず、国際的には人件費で見ても安い日本となりつつある。ちゃんと自民党も分析する人いるんですね。だけどこの原案を見て安倍元総理が激怒して、お前たちアベノミクス何だと思ってるんだと厳しく批判をしたら、これは削られたそうであります。岸田さんもね、新自由主義の弊害言いましたけど、金融の課税の強化などすぐ取り下げてしまった。結局今のやり方ではダメだと分かっていても、財界に物を言われたり安倍さんに物を言われたりしたらできないどころか、一層大企業などを中心のこういう経済政策になってしまってるんですね。自分でできないならこれもう政治変える以外にありません。私たちはこういう国民に強い、冷たくて弱い経済から優しくて強い経済に変えようっていうのが提案なんですね。一言で言えば、人を大事にする、人に優しい経済、それでこそ強い経済にできる。まあ、共産党はね、弱者の応援は熱心だけど、あんまり経済成長とか興味ないんじゃないか、政策ないんじゃないか、こういうことを言われる方もいらっしゃいます。だけど皆さんね、優しい経済でこそ強い経済ができる、人に優しい経済でこそ成長できるんだっていうのが私たちの提案なんです。これが私たちの成長戦略なんですね。今この間補正予算通りましたけどね、今の物価高対策に、ガソリンなど一部はありましたけど、ほとんどはもう具体策ないんですよ。今原油もそうですけど、すべてのものが値上がりしてるんですから、これを支援するのはすべてにかかっている消費税を減税するっていうことが、皆さん一番確かな効果があるんじゃないでしょうか。
すでに世界では86の国と地域がこれやってるんですね。効果があるからやってるんですよ。日本もやろうじゃないか。先日読売の世論調査で、大企業や富裕層への課税強化など税制の見直しを求める声が5割でした。だって皆さん、こんな時でもね、今年3月の決算で多くの大企業は史上最高の利益を上げてるんです。富裕層は資産増やしてるんですよ。こういうところにちゃんと応分の負担をしてもらって消費税を下げようと、これが今多くの皆さんの声だと思うんですね。私たちは今週の月曜日に消費税の減税とインボイスを廃止するという、そういう法案を提案をいたしました。これが実現できるような大きな成果を上げる、どんとその声を参議院選挙で上げたいんです。どうぞよろしくお願いをいたします。物価を抑えることと同時に賃金を上げることが必要です。8時間働けば普通に暮らせる、働くなら正規が当たり前、労働法制変えることと同時にこの最低賃金を上げる、これが今必要だと思うんですね。すでに各国が引き上げをやってます。ドイツ、イギリス、南米チリなどですね。イギリスでは 6.6% 引き上げで1520円に4月からなってますね。各国やってるんです。コロナの後の経済対策として、これやろうじゃないか。私たちは大企業の内部留保に課税するという新しい提案を行いました。この間ですね、大企業が賃金を抑えて大儲けを上げながら、一方アベノミスクの下で法人税の減税してもらってるんですね。その分だけでも40兆円減税してもらってます。その結果今466兆円も内部留保あるんですね。ここに5年間だけ 2% の課税しようっていうのが私たちの提案なんです。そうしますとね、不公平税制の税制につながりますね。それから賃上げをしたりグリーン投資をした場合にはこれを控除しますので、こう賃上げの促進にもなるんです。そして新しくできた10兆円の財源を全国最低賃金を1500円に上げていく、その際の中小企業の皆さんへの直接支援、社会保険料のね減免など、これに充てようというのが私たちの提案なんですね。総理もですね、それは一つの手法だと言いつつも二重課税になる恐れがあると、指摘があると、こう言うんですね。だけどこれ、この間予算委員会で小池職局長が質問いたしました。二重課税というのは法律上の定義もないし、それを禁止する法律もないと、はっきり財務大臣が認めましたから、総理の言い訳をもう全く崩壊をしてしまったんです。だったらやろうじゃありませんか。我が党の大門議員が予算委員会でこの内部留保課税と賃上げについて質問をしたら、終わった後にある大臣からわざわざ電話があって、今日は大変勉強になりましたと言ったっていうんですね。皆さん、勉強するだけではなくて実行してもらおうじゃありませんか。そして社会保障、教育をですね、やっぱり日本の経済にふさわしく引き上げていく。だいたいこんな時にですね、物価が上がってる時に年金を上げたり、お年寄りの医療費の窓口負担を2倍にする、全く逆行ですよ。今皆さんね、県の最終消費支出のうち2割を年金が占めてる県は全国13あるんです。鳥取も島根もそうなんですね。そして東京以外のすべての県が 10% 以上なんです。それぐらい年金というのは地域消費を通じて地域経済を支えてるんですね。これを削りますとね、消費が落ちて結局地域経済が落ち込んで、また賃金が下がることになるんですよ。ですから年配者の暮らしを守るだけではなくて、地域経済を引き上げていくためにもこんな削減は絶対やってはならないんです。これを中止をするとともに、医療や福祉など
ヨーロッパ並みに引き上げていく。とりわけこの間、島根県では2013年に9175床あったベッドが7958床、1217も減らされてきました。さらにこれね、1400も削ろうとしてるんですよ。コロナであんだけ医療逼迫問題になったのに、なんでやるのか。政府はこの間、公立公的病院の再編統合も行ってきました。島根では5つ対象になってます。しかしコロナの時に本当にこういう公立公病院が大きな力発揮した。総務省はそれを踏まえてですね、必要な病院は残すっていうふうに一定の見解変更をしました。皆さんの声の成果です。だけど厚労省はあくまでもこの再編統合リストを撤回しようとしないんですね。だからこそ今医療や福祉にちゃんとお金使えば守れ、この声を上げることが必要だと思います。先日行われた新潟の県知事選挙では、女性の県知事候補が原発なくし病院残すと、こういうスローガンで戦って多くの共感が広がりました。ぜひこの島根でもですね、原発はなくして病院を残そうと、こういう声をご一緒に上げていきたいと思うんです。そして今大きな声が広がっているのが学校給食の無償化ですね。今コロナの中で本当に大変になっている。そしてそこでが本当にこう栄養を取るですね、この命綱になっている子たちがいる。全国的な運動の中でコロナのですね、地方創生臨時交付金でを使って1年間限りこの給食費を支援することはできるようになりました。これ一歩前進なんです。だけど本来ですね、憲法には義務教育は無償って書いてあるんですよ。これをやるべきじゃないか、国の責任で、今この声が広がってるんです。実はですね、もう1951年、71年前に日本共産党の参議院議員の質問に、政府は義務教育の無償化について今は授業料だけども、その他に教科書と学用品、学校給食費、できれば交通費も考えている。まず教科書の一部を無償化をして、その結果によって次の飛躍を期する、こういう答弁してるんですね。71年前ですよ。よくね、もう憲法が75年も経って時代に合わなくなってから変える必要があるんじゃないか、こういうことを改憲派は言いますけど、憲法がやるべきといったことを75年も経ってもできてないことこそが皆さん問題じゃないでしょうか。憲法の中身を、憲法に遅れているこの政治を正していく、そのことが必要だと思います。社会保障や医療に使うお金は結局は、暮らしの応援となり、将来不安解消から消費の拡大にもなるんです。仕事と雇用を作り出して経済の底上げにもなる。これぜひやっていきたい。そして気候危機の打開、これを日本産業の経済成長の大戦略とすること。原発ではなくて 100%、国産のですね、自然エネルギーへと転換をすることは雇用も作ります。新しい、地域産業も作り出す、このことこそ広げていくこと。そして、37% まで異常な自給率となったこの農業をですね、きちっと食料自給率引き上げに変えていくこと。さらにはですね、ジェンダーの平等と、生涯で1億円の今男女の賃金格差がありますけれども、世界で最も深刻です。これしっかり正していくことは全体の引き上げにもなっていく。私たちは企業に対してこの企業内の男女の賃金格差の公表の義務化を政府に求めてきましたけど、やっと岸田総理はこの8月から、300人以上の事業所に公表を義務付けするということを明言をいたしました。皆さんの声の成果でありますけど、ぜひこれはこの公表だけではなくて是正をさせていく、
この子のためにも頑張っていきたいと思います。こうやって暮らし応援の政治に転換をしていくわけでありますが、それを大元から考えるときにやっぱり政治と金の問題があるんですね。先ほど赤旗日曜版のご紹介もありましたけど、最近の日曜版がですね、またまた大スクープをやりました。あの桜を見る会の問題ですね。桜を見る会にの招待者をですね、夜前夜祭というのを安倍さんの講演会がやって、その参加費用よりもはるかにこの実際には高い、内容だったと。その補填をですね、安倍晋三後援会がやってた、これは法律違反じゃないかということを我々は追及してきたんで、日曜版がスクープしたのは、実はその前夜祭にサントリーがですね、お酒を提供していた。ある年はビール80本、ウイスキー30本、赤ワイン24本、白ワイン24本、焼酎12本。秘書がですね、教室の中で、差額を講演会で補填したら問題になるので、持ち込みをした。それがサントリーだったんです。しかしこれはですね、政治資金管理団体や政党以外に企業が寄付すること、それ自体が法律違反なんです。しかもですね、このサントリーが提供していた時期は、実は税制改正が大問題になってまして、ビールと発泡酒、ビールは減税、発泡酒は減税して、やがて同一にしようと。まあ、サントリーは第三のビールで、非常にこう伸びてましたから、これ大打撃だ。これをやめるようにということで、サントリーの社長がですね、いろいろ画策して、その時期に安倍さんの講演会に、酒無料で提供したんですよ。どう考えてもこれは皆さんおかしいじゃないですか。説明責任とともに岸田総理自身が真相解明しろと追及しましたけども、まともな答えはありませんでした。昨日の山添議員の質問であります。皆さん、結局こうやって企業献金が政治を根っこから歪めている。今の新自由主義の根っこにもそれがあるんです。私たちは今度の国会に、この企業献金をパーティー券で、抜け道であるパーティー券も含めて全面禁止する法案を出しました。そして政党助成金、これも結局国民の声を聞かなくても金だけは入ってくる。これが政治を堕落しているということで、この政党助成金も廃止する法案も出しました。皆さん、日本共産党がこういう企業献金も政党助成金ももらわずに、財政でも皆さんに依拠をしているからこそ、決してぶれることなく国民のために頑張ることができると思ってます。皆さんいかがでしょうか。ぜひ今拍手をされた方はお帰りの際に乾杯をしっかりお願いをしたいと思います。それが私たちの大きな根っこになっているわけであります。企業にもはっきり物を言い、どんな覇権主義にもはっきりものを言う、そういう歴史を持つ党だからこそ、今国民の命暮らし守るために、憲法9条もあって平和を貫くためにとことん頑張り抜くことができる、この100年の持つ歴史を持つ党、ぜひこの選挙を伸ばしていただきたいと思うんです。そしてこの選挙をご一緒に戦いたい。私は広島出身ですが、被爆2世です。長野で被爆者の会の会長されてた前田さんということで亡くなった。亡くなる前に我が自分の生涯を書いたパンフを作られた。その題名が私大好きでいつも紹介するんです。今日の聞き手が明日の語り手に、その輪の広がりが平和を守る力。今日の聞き手が明日の語り手に、その輪の広がりが政治を変える力になります。今日それぞれお話を聞いて、なるほどと思ったことがあったら、ぜひ周りに広げていただけないでしょうか。ビラを渡すだけでも結構です。ハテナパンフを渡すだけでも結構です。やってもらえないでしょうか。そしてぜひこの歴史的な選挙を、そういう日本共産党の一員としてご一緒に戦って、新しい日本を作りたいと思います。ぜひ皆さんの大きなご支援を重ねて心から
お願い申し上げして私の訴えとします。どうもありがとうございました。皆様、本日はご参加いただき誠にありがとうございました。以上をもちまして日本共産党演説会を終わりにいたします。皆様、 お忘れ物などございませんよう、お手回りの品を今一度お確かめの上お気をつけてお帰りください。なお、会場出入り口が大変混み合うことが予想されますので、皆さんゆっくりと出入り口の方に向かってください。本日はご参加誠にありがとうございました。